腹が痛い、信じられないほど痛い。ブラックワールド。俺の名前は山口、60歳のニートだ。今日は俺の一日のルーティンを紹介してやるぜ。今何時だ？2時過ぎか。まず起床。ニートの俺は何時に起きてもいいから起きるのはだいたい昼過ぎくらい。腹減ったな。何があったっけ？起きたらまずは飯だ。とはいえめんどくさいから自炊はしない。ネットで買った缶詰やレトルト食品で済ませている。缶詰は直接食えば洗い物は出ないし、レトルト食品もパウチから直接食えば洗い物削減。俺って家庭に優しいよね。飯を食った後は日課のスタートだ。俺の日課、それは。さて、今日も暴れてやるぞ。オンラインゲームだ。基本無料のオンラインゲームを俺はずっとやっている。そこの超コマが動くな。当たらねえんだよ。基本無料だからガチが多いけど、俺は大人だからガチが煽ってきても怒らないでおいてやるんで。なんで俺がこんな悠々自適な生活を送れてるかって？それは、俺の両親がたっぷりと遺産を残してくれたからで。とは言っても、両親は特別金持ちだったわけじゃない。俺が両親に徹底的に節約させていたのじゃ。おいバーバー、パック寿司は半額以下の土地に帰っていつも言ってるだろう。そんな家庭管理だから金もたまらねえんだよ。でもちょっとくらい。ダメだね。そのちょっとくらいという心の緩みが金を減らしていくんだ。老後の資金不安だろう。葬式費用とかすげえ高いんだぞ。そうだね。ごめんよ、お母さんが間違ってた。こんな感じで無駄遣いしようとしているところをつついて徹底的に節約させて、その結果ババアたちは大量の遺産を残してあの世行き。もちろん掃除に金なんかかけなかったから、莫大な遺産は俺のものになって。まあ相続税とかいうので結構持ってかれたが、それでも十分すぎるくらいの金を手に入れることができたぜ。夜までゲームをやったら腹が減ってくるから、またレトルト食品あるいはカップ麺を食う。そしてたまの贅沢でビールも。幸せな生活で。最近は食料もネットで買えるから、家から一歩も出ないで生活ができるわ。きっと日本全国探しても一年中家を出ない人間なんて俺くらいのもんだろうな。飯を食った後もゲーム、そして深夜帯になり眠くなるまでずっとゲームをして寝落ちするのが俺の生活で。俺、こんなにのんびりとした生活してていいのかな。毎日充実してるぜ。そんなことを思いながら毎日過ごしていたのだが、ある日。なんか何もしてないのに息が上がるな。なんでじゃ。妙な体調不良を感じた。しかし働いていない身なので保険には入っていない。病気しなきゃいいだけなのに、あんなのに金を払う気はないからじゃ。まあどうせ動かない生活だし、ゲームでもしてればそのうち収まるだろう。その時は特に気にせず、俺はゲームを続けた。ね、しかし。お、ゲーム中、突然足に激痛が走った。さすがにこれは異常事態だと思い、金はかかるが病院に行くことにして。先生、どうなってるんですか？俺の体は。大変なことになってますね。塩分過多による高血圧、さらに痛風にもなってます。痛風だと？あれって確か魚卵とか食ったらなるやつだろ。俺はレトルト食品ぐらいしか食ってねえぞ。プリン体を摂取しすぎると痛風になる確率は上がります。お酒は普段飲まれますか？特にビールなんかを。おい、そういえばゲーム中はよくビールを飲むが。これからは塩分の高い食材は避けて、お酒もなるべく飲まないようにしてください。
そんな俺の充実ライフには酒は欠かせないんだが。このままでは心筋梗塞や脳卒中になる可能性も出てきます。命が大切なら絶対に控えてください。医者には言われたが、なんか薬をもらうことで足の痛みはなくなって。なんで、あんなのすぐ治せるってことじゃねえか。あのやぶ医者め、適当なこと言って手術でもして大金踏んだくろって腹だったんだね。医者なんてのは適当に診察して大金をせしめるやつらで、あんなやつらに俺の金を渡してたまるものか。くそ、診断を受けたせいで今月の生活は少し切り詰める必要が出てきたね。こうなったらレトルト食品は2回に分けて食べることにしよう。空腹の時は水を飲んで我慢で。レトルト食品は分けて食べるようにして、残った分は冷蔵庫に保存するようにしておいて。腹持ちは悪くなるが、これも仕方のないことさ。しかしそんな生活を続けていると、ある日。腹が痛い、信じられないほど痛い。レトルト食品を2回に分けて食べたのがまずかったのか、とんでもない腹痛が襲ってきた。やばいやばいやばい、腹が痛いなんてもんじゃない、俺死ぬかも。上からも下からも垂れ流し状態、命の危険すら感じた。でも今月はもう病院に行ったから金を使いたくねえ。地獄のような苦しみだったが、俺は我慢し続けて。数日後、なんとか回復はしたものの、もうレトルト食品を2回に分けて食べるのはやめようと誓って。くそ、数日間ゲームしてなかったせいですげえ負ける。くそ、くそ。まだ体調が万全じゃないのもあって、ゲームで全然勝てなくなった。なあ、くそ、イライラするわ。俺はついカッとなって、コントローラーをテレビに投げつけてしまった。やべえ、テレビが壊れた。もうゲームができねえじゃねえか。唯一の娯楽を失ってしまい、俺は絶望した。ネットで見てみても、テレビって高えな。こんな調子で金使ってたら、ババアたちの金なんてあっという間に消えちまう。仕方なく俺はゲームも我慢するしかなかった。退屈だ。ゲームがないとこんなにも暇なもんなのか。ゲームがないとみんな日中何してんだと思ったが、ああ仕事かとすぐに思い直して。とはいえ、仕事なんてする気にならねえからな。どうせこっちはもう60だし、残った金をちまちま使えば人生ゴールインできる計算だ。今月はひたすら飯も食わず、耐え忍ぶ月にしようと思っていたのだが。わっ、キャ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 、また足が痛くなってきた。例の痛風の痛みが再発しやがった。あの医者め、やっぱりヤブだったんだ。くそ、何が何でも病院には行かねえぞ。何度も診察させて金を奪おうって魂胆なんだ、分かってるからな。足に激痛が走っても、俺はひたすら我慢し続けて。これ以上診察で金を奪われてたまるか。いてよ、ババア、病院連れてって。ババアはもういないんだった。激痛に耐えながら、自分はなんて孤独なんだと思って。同級生はきっと結婚して家族を持って、すでに孫なんかも生まれてるだろう。俺は一人孤独に生きてきただけ。どこでこんなに差が生まれてしまったんだ。バカ、そんなこと考えても仕方ねえ。とにかく今はこの痛みをどうにかしなきゃ。俺が便所に行くために立ち上がったその時だった。ブツンという音が頭の中でしたような気がした。それと同時に俺は受け身も取れずに床に倒れ込んだ。何が起きたのか理解できなかったが、とにかく体が動かない。どうなったんだ俺の体、なんで動かない。
その時、俺は医者の言葉を思い出して。心筋梗塞や脳卒中になる可能性も。心筋梗塞、脳卒中。医者の言葉を思い出した俺は、金なんて惜しんでいる場合じゃないと思い、救急車を呼ぼうとした。が、体が動かない。スマホまで手を伸ばせない。やばい。大声で人を呼ぼうにも、声も出せなくなってきた。意識もだんだんと薄れてきて、本当に自分は死ぬんじゃないかと思えてきた。やだ。こんなところで死ぬなんて嫌だ。まだまだ人生楽しみたいのに、どうしてこんな目に。誰か、助けに来てくれ。誰か、誰か。薄れゆく意識の中で必死に祈っても、誰も助けに来てくれることはなく、俺の意識はやがて、ぽつりと消えてしまった。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。